どうも、こんにちは。アンティークテーブル屋の瀬野です。今日のこの動画はですね、大野のりたけからのりたけの歴史についてお話をしていきます。どうでしょう、皆さん。こののりたけというブランドなんですけども、知っている方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。なんでかって言いますと、やはり今私たちが住んでいるこの日本発祥のブランドだからなんですね。そしてこののりたけのイメージとしては、やはり美しいよねと、綺麗だよねと、使いやすいよね、そういったイメージを持っている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、じゃあこののりたけっていうブランドはどういった歴史をたどってきて今に至るのかっていうのを知ってる方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですね。ですので今日はこの大野のりたけの歴史について、こちらの本、両手で持ったのが結構重たい本だったんで、もう今画像出してるんですけども、こちらの本を参考にこの大野のりたけの歴史をしっかりと解説させていただきます。この動画を最後までご覧いただくことによって、あ、大野のりたけってそんなにすごいブランドだったんだよと、日本が近代化していくその礎を築いた一社だったんだよというのが分かっていただけると思いますので、ぜひとも最後までお付き合いください。では早速やってまいりましょう。時は遡ると1858年の日米修好通商条約になります。この前の時代をお話ししていくんですけども、この前っていうのは徳川幕府が日本を治めていた時代ですね。徳川幕府の考え方というのは、基本的には鎖国をして、一部だけ開国をしている状態だったわけですよ。しかし、やはり頭のいい武士の人たちっていうのは、この考え方って大丈夫なのかという考えを持っている人たちっていうのは結構いたんですね。そういった人たちっていうのは、この前にあっていたロンドン万博、1857年にロンドン万博があってるんですけども、このロンドン万博に参加することで、向こうの人たちってどんな生活を送ってんだろう、どんな文化なんだろうっていうのを研究するために向こうに行って、そして実際にイギリスの様子を目の当たりにすることによって、イギリスやばいじゃんということに気づいたわけなんですね。やっと。もうとっくに産業革命終わってるし、人々の生活っていうのは結構豊かになってんじゃん。じゃあね、日本に戻ってきて、その人たちどういうふうに思ったかって言いますと、武士の人がね、ちょんまげをして、ここに刀をつけて、おいおい君たちと、ちょっと君たち図が高いんじゃないと、もっと頭下げなさいというような感じだったわけですよ。これってさ、もうダサいよねと。なんでこの身分だけでね、その上下関係が決まっちゃうのと。日本だけだったらね、まだいいけど、これって全然世界じゃ通用しないじゃん。やはりこの日本の国内だけでやっていっても、所詮は頭打ちになるし、どっかの国に侵略されてしまう。だからもっと俺たち強くなっていかないといけないよね、というふうに考える武士の人たちがいたわけなんですね。そこでその武士の人たちっていうのは、綱吉さんと、そろそろあなたたちの時代はもう終わっているわけですよ。っていうかもう力ないじゃないですか。だからもう政権を天皇に返しましょうかと。いうような感じで、薩長同盟を結んで、幕府を下ろさせたんですね。ここで新しく天皇が政権を握るようになったわけですよ。そしてこの天皇が政権を握ることによって、アメリカと条約を結ぶんですね。この条約を交わすことによって、アメリカとしっかりと貿易していきますと。そしてアメリカの他の国とも貿易をしていきますということが、この条約の中に入っていたわけですよ。そしてその後の10年後、1868年に明治時代がスタートするんですけども、この明治時代の基本的な考え方っていうのは、バックに脱亜入欧があるんですね。アジアから抜けて、向こうの人たちにできるだけ近づいていきたい、近代化していきたいという考えがあるわけですよ。だから、明治維新とか、殖産工業とかがあるんですけども、殖産工業っていうのはどういうやつかって言いますと、地場産業ですね。だから、この国の中に産業を作り出したいという考え方なわけですよ。その頃の日本って何を輸出していたのかって言いますと、基本的には生糸か茶だったんですね。しかし、こいつらって結構、まあ弱いじゃないですか。だから、これの他にもいろんなものを作っていきたいよねっていうところで出てきたのが、工芸品の中の陶磁器だったわけなんですね。ロンドン万博の時に日本から日本のものっていうのはちょっと向こうに持って行ってたんですね。そしたら向こうで、なんか日本ってすごくないみたいな雰囲気になっていたわけですよ。だから工芸品っていけんじゃないというニュアンスがあったわけなんですね。そしてそれと同時に、やはり200年近く鎖国をしていたんで、海外の常識と日本の常識ってもうかなり差があったわけですよ。どんな感じだったかと言いますと、日本のレートでは金1枚に対して銀が5枚が同じ価値ですよねって感じだったんですね。しかし世界の常識ってどんな感じだったかと言いますと、金1枚に対して15枚の銀が同じ価値ですよねっていう感じだったんですよ。じゃあどうなるかって言いますと、海外の人はね、銀を15枚日本に持ってくるわけですよ。で、交換してくださいって言ったら、これ3枚になるわけじゃないですか。で、この3枚をもらって、じゃあ外に出て、
じゃあちょっと交換してくださいっていうふうに言うと、これが45万円になるわけなんですね。こんな感じで、日本っていうのは金の本来の価値をかなり低く見積もってるがために、どん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 金を抜かれて、向こうに渡っていってたという背景があったんですね。こういったのを福沢諭吉は知っていたし、その福沢諭吉から森村一左衛門、だからオールドのあたりの創業者の森村一左衛門が聞いていたわけですよ。じゃあね、もうこの出ていった金をもう一回取り戻そうぜということで、地場産業をバックアップしてくれている明治政府がいる。じゃあ俺は陶磁器の会社を作って外貨を稼ぐよということで、森村一左衛門が乗りたけという会社の前身を作っていくことになるんですね。それが1876年に東京で森村組というのが完成していたわけですよ。で、次の2年後、1878年に弟がいるんですね。で、このトヨって人がニューヨークに行って、このニューヨークに支社を作るわけなんですね。で、これが森村ブラザーズという名前なわけですよ。東京支店を森村組、ニューヨーク支店を森村ブラザーズ、これは違いますよというのを理解しておいてください。この頃、どういうふうにこの二人はやっていったのかって言いますと、日本の骨董品を集めていく。この集めていくのは森村一左衛門じゃなくて、中にいた社員、結構有力な社員で、大倉孫兵衛って人がいたんですね。この大倉孫兵衛がかなりね、新顔を見抜く力があったし、いいものを選ぶ力があったんで、日本各地からいいものを持ってきて、だから屏風とか、扇子とか、傘とか、提灯とか、銅器とか、そういったものを集めて、そして、森村組に一回入れて、そして一左衛門が審査して、そしてこれをニューヨークのトヨのところに送る。そしてトヨがギャラリーを持ってるんで、アメリカのギャラリーで売っていくと、そういったことをやっていたわけですよ。この頃どんな感じだったかって言いますと、アメリカっていうのはやはり珍しいんですね、日本のものっていうのが。だから飛ぶように売れていったわけですよ。そしてその現地に精通していってトヨがある日ですね、1882年に一左衛門に手紙を送るわけですよ。アメリカでは磁器ブームが起こっておりますというふうな手紙を送るわけなんですね。アメリカっていうのはこの頃、ティータイムを過ごす文化、そして優雅だよね、美しいよね、楽しいよね、こういった文化が発展していったわけなんですね。そのことによって磁器がどん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 売れています。それを一左衛門に報告したわけですよ。そしてこの一左衛門も、この骨董品を日本中から集めて、トヨのところに送るっていうビジネスモデルは、やはり限界があると。自分たちで物を作り出して、そしてそれを向こうに送って売る方がもっと大きなビジネスができる。外貨を稼げるというふうに考えて、ここら辺からだんだんと磁器会社になっていこうというふうに考えていったわけなんですね。そして、1884年に自社商品を作り出すというふうになっていくわけですよ。これはいきなり自分の工場を作って、最初から生産して絵付けもしたっていうのじゃなくて、外注だったんですね。愛知県に瀬戸というのがあるんですよ。で、この瀬戸焼きっていうのがあって、以前の動画でこっちに出てると思うんですけども、有田と肥前と伊万里焼きの話をしてるんですけども、この時代になってると、有田とかでは力がなくなってしまって、どっちかっていうと愛知県の瀬戸の方が結構有力な釜になっていたんですね。磁器を作る釜になっていたわけですよ。だからこの瀬戸で作られたものを一回仕入れて、そして上絵付けをしてもらう人、この人たちを雇って専属契約をして、この人たちに絵付けをしてもらうということをやっていったんですね。どんな感じだったかって言いますと、これが東京に河原とか杉村とか、井口昇山とか藤村とか、こういった窯があったんですね。で、名ってのは裏院ですね。裏院っていうのは、表地園とか杉村とか昇山とか藤村とか、そういったものがあったわけですよ。これは東京グループですね。東京の上絵付けグループというふうに考えてください。これは他にも京都には石田窯があって、名が石田ということになってるんですね。で、名古屋の方にも瀬戸には春光があって、西郷があるというような感じだったんですね。こういった人たちに時期を渡して、上絵付けだけをやってもらって、もう一回森村組に戻してもらって、それを向こうの殿に渡すということをやっていたわけなんですね。で、それが実際にどん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 売れていったというわけなんですよ。だから、最初からあの裏絵がノリだけとか、森村ブラザーズ M とかが入っていたわけじゃないんですね。最初の頃っていうのはこういったものが入っていたわけですよ。そして次なんですけども、1887年にファンシーウェアを本格的に作り出すんですね。この頃の時代背景っていうのは、ヨーロッパではアールヌーボーが入り出していたわけなんですね。アールヌーボーっていうのは、自然の豊かな曲線美とか、女性の髪が流れる風景とか、女性の柔らかな曲線美とか、そういったものを題材にしている
価値観とか芸術観なんですね。それが流行っているのを知ったことによって自分たちもこのアールヌーボーに寄せて作っていかなければならないねというのを感じていたんですね。そしてこのファンシーウェアってどんなやつかって言いますと、食器の形はしていたりするけども使わない食器だったりするんですね。だからどっちかっていうと装飾性がメインの食器なわけですよ。そして食器もあるけどもメインっていうのは花瓶とか鉢とか蓋物とかそういったもの、食器じゃないもの、まあ食器もあるんですけどもメインはこっちだったわけなんですね。そういったファンシーウェアを本格的に作り出すと、それが1887年なんですけども、この頃っていうのは実はあんまりアールヌーボーのことが分かっていなかったわけなんですね。これちょっとねまた後から出てくるんで、そういった感じだったんだなというふうに考えておいてください。で次なんですけども、1890年にマグニツキー法っていうのがアメリカで決まるんですね。どんなやつかって言いますと、いろんな国からアメリカに入ってきてたんですけども、そもそもこれってどこの国のものだというのを一目で分かんなかったわけですよ。こんな時に日本の磁器っていうのはどういう風に送っていたかって言いますと、さっきも言った通り、この銘を入れて送っていたんですね。最初の頃乗り立てっていうのはさっきも言った通り、N とかね、M とかが入っていたんじゃなくて、これをそのまんま、工房の名前をそのまんま入れて向こうに送ってたんで、向こうの人たちも、これ中国か韓国かもうどこかわからないというような状況だったわけです。だからこのマグニツキー法っていうのを作ることによって、日本だったら日本ってわかるように入れないよということになったんで、そこでどんなのが入ったかって言いますと、ジャパンじゃないんですよ。なぜかこれジャパンじゃなくて日本っていうのが入ったんですね。だからオールドノイターっていうの作品っていうのは、裏に日本って入ってるじゃないですか。それが理由なんですよ。そういった感じでマグニツキー法が決まったんですけども、その後1893年にシカゴ万博が開催されるんですね。このシカゴ万博っていうのはアメリカで開催された万博なんですけども、この時に大倉孫兵衛が代表として出展するわけなんですね。これまでの日本の芸術館っていうのは大ヒットしていたわけなんですよ。1862年のロンドン万博、1867年のパリ万博、その後のウィーン万博、その後のフィラデルフィア万博、その後のまたロンドン万博、パリ万博、ここで全部日本の芸術館っていうのは受け入れられてきたんですね。しかし、ここではあまり成功できなかったと。なんでかって言いますと、だんだんとこのジャポニズム、だってね、もうずっとジャポニズムがここブームになってる間で、またジャポニズムかいというような状況だったんですね。だから、ジャポニズムの陰りが見え始めていた。たくさんの商品を持っていって、ブースに出して、もうこれでね、売り切れ必須だよね、というふうに思っていたのに、かなり大量の在庫が残ってしまったんですね。アールヌーボーが来てるっていうのは分かっていつつも、本質を見抜くことができなかったわけですよ。なんでかって言いますと、アールヌーボーってさっきも言った通り、自然な曲線、その中の題材として植物とかが入ってるんですね。しかし、この日本のジャポニズムの題材としても植物が入っているわけですよ。ここに女性があるし、全体的なアールヌーボーの価値観とジャポニズムの価値観、こっちのジャポニズムっていうのはトンボとかね、虫とかネズミとかそういったものが入ってるんで、植物だけは被っているんですけども、本来のこの裏にある背景っていうのはちょっと違うんですね。この真意をここで見抜くことができなかったわけですよ。だから同じようなジャポニズムの商品を出して挑んだこのシカゴ万博であまり成功することができなかったんですね。それと同時にこのシカゴ万博に出てきていた他のメーカー、だからマイセンとかね、セーブルとかリモージュとか、そういったところの時期を見ていくと、あ、全然違うねってのが分かってくるわけですよ。作品の中にはバラが描かれているし、ポートレート、だから小窓にね、女性の表情が描かれている、美しいブロンズのね、髪の毛の色がした女性が描かれていたか、ビーディングとかね、てん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 ってビーディングがあるじゃないですか。で、金がいっぱい使ってあるね。そういったものが飛ぶように売れていたわけなんですね。あ、俺たちって、ちょっとジャポニズムとアールヌーボーをガッチャンコしてしまってて、本質的なアールヌーボーを理解できてなかったねってところに初めて気づくわけなんですね。そして、そのことを大倉孫兵衛が一左衛門に手紙を送るわけですよ。そして一左衛門が、この人たちですね。だから、上書きをしてくれている人たちの、この人たちですよ。この人たちに向けて、こういうデザインパターンが向こうで好まれているようですよ。だから、こういう風に書いてくださいという風に言うわけですよ。すると、この人たちってどういう風になるかって言いますと、いやいやいや、一左衛門さん。そういうのじゃないですから。あの、俺たちには俺たちのパターンがあるんですから。いうような感じで、やっぱり受け入れられなかったんですね。だって、そう、進撃の巨人の絵と、鬼滅の刃の絵と、スラムダンクの絵って、やっぱ違うじゃないですか。進撃の巨人の人が、この、鬼滅の刃の絵を描こうと思っても、いやいや、それって全然違うから、っていう風になるのってわかると思うんですね。まあ、そういった感じだったわけですよ。でも、いや、でもさ、これをしないと、外貨稼げないし、ブームに乗れないし、やれよと。
というような感じだったんですね。もう本当どうにかしても日本を救いたいというそういう考え方だったんです、一大門さんは。だからこの人たちもしぶしぶね、あ、わかりました、じゃあやってみますよということで、向こうからどんどんね、デザインの手帳とかね、そういった画集を仕入れて、そしてこういった見本があるからこれを練習しなさいというふうに言って、どん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 練習していくことによって美しい作品が完成していくことなんですね。ここで失敗していますから、次の1900年のパリ万博で絶対に外すことはできないわけですよ。ここの7年間の間でマジ本気でやっていくんですね。そして窯も本気で集約していくことになります。これまでっていうのは瀬戸で焼かれたものっていうのを東京に出したり京都に出したり、まあ瀬戸は近いんでいいんですけども、これを一回出して戻して、そして豊に送るということをやっていたわけなんですね。かなり手間じゃないですか。ここで運搬している間に割れまくりますし、ここの運賃代がまたもったいないんですね。だからもうこれってもっと効率化していこうぜということで、朱木町というのがあるんですね。愛知県に朱木町というところがあるんですけども、ここにこの人たちを全員集結させたわけですよ。いやいやちょっと待ってと、いや絵柄も変えてさ、今まで俺たちが住んでいたこの故郷も抜けてこっちに来ないといけないのというような大きな反発があったんですけども、やるんだよと、俺たちは外貨を稼ぐんだというふうに言って、この人たちね、下口町に呼び寄せて、ここで大きな絵付けの窯が完成する。これが金釜組ってやつなんですね。これが完成することによって絵付けの品質っていうのがかなり向上されていくことなんですね。そして次、満を持して挑むパリ万博ですよ。このパリ万博でどういったものを出したかって言いますと、複雑な曲線とか丸みとか曲線、こういったものを様々な作品、だから鉢とか花瓶とか水差しとか蓋物、そういったものの様々な代償ある、ちっちゃいものか大きいものがありますよね。こういったものの中に、それで曲線とか膨らみとか、そういったものを作品の中に閉じ込めて、そしてその上からバラの絵とか菊の花とか、そういったものを描くことによって、作品自体に精巧な均一性が生まれて美しいものができてきたんですね。オールドノイタキの作品を見ていただいたらわかると思うんですけども、下がふわーっと膨らんでいて、で、上がギュッて閉まってる。これが特徴的なわけです。で、このギュッと閉まって横から耳があるのね。まあ、二つ目のパターンとしては、上がすぼんでて、胴体が膨らんでて、下がすぼむとか、釣り鐘式ですね。ここも上にちょっとこう耳があるか。水差しも下がブワーンと膨らんでて、ここがギュッとなってて、ここに水差しの取っ手がグイッと曲がってる。こういったものの曲線っていうのを作品のその素子の中に入れていったんですね。で、その上からバラとかね、向こうの人たちってバラが好きなんで。そうか、菊とかね、水仙とか、そういった絵を入れていったわけですよ。そうすることによって、今までのジャポニズムから完全に脱却して、完全なるアールヌーボーを再現することができたんですね。こうすることによって、オールドヌーボーっていうのはパリ万博で大成功を収めるわけですよ。だからこの金組釜の人たちが本当に朱木町に集まって頑張ったおかげで、こういったものができたというわけなわけですよ。そして次、1年後なんですけども、次に白地とディナーウェアの課題が出てくるようになったんですね。これまでっていうのはさっきも言った通りファンシーウェアをメインに作っていたわけですよ。だから花瓶とか水差しか蓋もですね、こういったものをメインに作っていったんですけども、どうやら次はディナーセットがブームになっているようだというふうな噂を聞きつけるんですね。トヨがディナーセットを作っていかないといけないというようになっていったんですけども、このディナーセットってやはり食器なんですね。カッパンのソーサーとか皿とか、この素材が注目される部分だったわけですよ。今までのこのファンシーの方っていうのは、一沈盛りとか、金彩とか、ビーディングとか、そういった感じで、上からどん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 色を乗せることによって、その素地って見えなかったんですね。しかし、このディナーセットになってくると、実施を実際に使うものということになってくるんで、この中が見えるわけですよ。カップの中の白が見えてくるわけなんですね。この白が、ここでは問題だったわけですよ。瀬戸焼きって言っても真っ白のものを作れるってわけじゃなかったんですね。ちょっと灰色っぽいネズミという色だったわけですよ。この1900年に見たリモージュとかね、マイセンとか、そういったところで見た時期っていうのは真っ白だったけど、俺たちの作っているものっていうのはやはりネズミだよと。そしてこのネズミの状態でディナーウェアを作っても多分売れないだろう、負けるだろうっていうのが分かっていたわけなんです。だからまずはこの白地をどうにかして作っていこうということで、白羽の矢が立ったのが飛鳥井孝太郎という人なんですね。
で、このアスカイ・コウタロウって人がどん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 磁気の研究を進めていって、ちょっとずつ白に近づいていったんですけども、それでもやはりね、ちょっとこうくすんだような感じの白だったわけなんですね。そういった研究をずっと繰り返していく中で、1904年、この時ですね、この時に日本陶器合名会社という会社が完成するわけですよ。これが大園岳なんですね。日本陶器合名会社という会社があって、その下に乗りたけというのがあるわけですよ。だから僕の会社も合同会社瀬能商事があって、アンティークテーブルウェイがあるというような感じなんですね。じゃあなんで乗りたけって名前がついてるんですかって話なんですけども、これが愛知県愛知郡高間村王子乗りたけというところで創業されたわけですよ。今までは東京でやってたけど、もう瀬戸焼があるし、もうこの人たちもね、ここに来てるし、金釜組ですね。金釜組の人たちもここに来てるし、じゃあもう名古屋で創業しようということで、その地が王子のりたけの、この最後ののりたけを取って、のりたけというブランド名をつけていこうというふうになってきたわけなんですね。そしてこの共同創業者の中に、森村一左衛門がいるし、豊がいるし、大倉孫右衛門がいるし、その息子の大倉和親がいるんですね。で、この大倉和親って人なんですけども、この人は日東陶器という会社を作るわけなんですね。日東陶器って何かって言いますと、TOTOです。今の私たちが知っている、あのトイレの TOTOですね。あの TOTOの初代社長は大倉和親なわけですよ。だから、この日本陶器合名会社に大倉和親いたけど、そこから後に分離して日東陶器という会社を立ち上げたんですね。こういったつながりもあるわけですよ。そしてもう一回話を戻すんですけども、この飛鳥井幸太郎っていう人は必死にね、白に向けて頑張っていったわけですよ。しかし、なかなか真っ白な白地っていうのが作れなかったんですね。そこで1909年に江副孫右衛門という人が入ってくるわけですよ。この人は李文字磁器を研究して、こういう風に作っていけば多分白いものが作れるだろうという風な提案をするんですね。でも元々いたこの飛鳥井幸太郎さんは全然違うアプローチで白い磁器を作っていこうという風に考えていた人たちで、全然考え方が合わなかったわけですよ。じゃあこの重役の人たち、だから一左衛門とか豊とかね、こういう人たちはどっちの方式を採用するかっていう風に考えた時に、江副孫右衛門の方、こっちの人のものを採用しようという風に決意したわけなんですね。そうすることによって飛鳥井幸太郎の気持ちとしては、いや何ですかそれって、だって俺は今までずっと一緒にやってきたじゃないですか、なのになんでこの新しい新参者の言うことを聞くんですかと、だったら俺は抜けますよということで、飛鳥井幸太郎さんっていうのはここで抜けてしまうんですね。で、抜けて、これと一緒に優秀な絵付け師とか技術者でも一緒に抜けてきたわけです。ここでできたのが、飛鳥井幸太郎さんをリーダーとした会社っていうのが、名古屋製陶所っていうのがあるんですね。今こっちに出てると思うんですけども、この名古屋製陶所っていうのは、のりたけの偽物だというふうに思ってる方も、まあいらっしゃるかもしれないんですけども、元々のルーツを辿っていけば、ここに行き当たるんですね。だから、同胞なわけですよ。オールドのりたけの同胞なんですね。だから、実際の商品を見ても、かなりのりたけと近いものがあるっていうのは分かっていただけると思うんですよ。そういった感じで、このルーツを知ることによって、名古屋製陶所とも関係があったのにと、TOTOとも関係があったのにというところが分かっていただけると思います。そして次なんですけども、江副孫右衛門の様式を採用することによって、実際にこのネズミから真っ白のものを作ることができたんですよね。このことによって、初めて1913年にディナーセットが完成するわけですよ。このディナーセットって、私たちのイメージする、あの、ティーセットとかとはちょっと違うんですね。もっとこう、大きなパーティーで使うものであって、これが93ピースから作られているものなわけですよ。だから、華麗なるギャツビー、今こっちに映ってると思うんですけども、華麗なるギャツビーを見ていただいたらわかると思うんですけども、この頃のアメリカって、もうめっちゃパワーがあると、勢いがあるというような状況だったんで、やはり、大きな家でたくさんの人を呼んでパーティーを開く。そのためのディナーセットだったわけなんですね。そして次に迎えた1920年のフランスで開催されたアールデコラティブ万博。この万博で次の新しいアールヌーボーからアールデコの新しい芸術観とか価値観に変わっていくことになったんですね。で、このアールデコの森竹の作品の特徴としては、やはりデコレイが一番じゃないのかというふうに思うわけですよ。デコレイっていうのはどっちかっていうと、ヨーロッパの人のアールデコの芸術観っていう感じじゃなくて、アメリカのアールデコの価値観なんですね。その頃のアメリカっていうのは、その前にあった第一次世界大戦によって、男の人がこの戦争に行ったことによって、このアメリカ国内の仕事っていうのは女性の人たちがやっていったわけなんですよ。
で、この女性の人たちがどん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 お金を稼いでいくことによって、女性の人がパワーを持っていったし、社会進出していったっていう背景があったんですね。だから、この女性の人たちっていうのは、斬新なファッションをしだしたんですよ。これまではね、ここもフリフリいっぱいついてて、もうドレスかなんかわかんないというような状況だったんですけども、かなり軽くなったし、機能的になったし、髪はざっくりと超ショートカット。女性だけど本読みながらタバコ吸いますよ。そういった感じだったわけです。だから憲武もそういった女性をモチーフにしてデコレディという作品の中に閉じ込めていったんですね。その作品をよくよく見てみると、あ、確かに言われる通り、ここの髪っていうのはこういう風にざっくりこういう感じなんですね。そして服装もかなり軽やかな感じ。一部ポンパドール夫人が描かれていたりするんですけども、そのポンパドール夫人か、そのアールデコ時代を象徴とする女性が描かれているというのが特徴的なんですね。で、使われている技法っていうのが、ほとんどがラスターという技法が使われています。このラスターってどんなやつかって言いますと、表面に金属被膜を塗るんですね。磁気の上に金属みたいに光る釉薬を塗るわけですよ。それを塗ることによって、光に当ててみたら、虹色に輝くんですね。これをすることによって、エレガントさとか、優美さとか、美しさとか、高価さとか、そういったものを演出することができるんですね。こういったイメージと、アメリカ人の女性たち、この人たちの勢いがマッチすることによって、このラスター剤っていう技法を使った憲武の商品っていうのは、爆発的なヒットを生んでいくということになっていくんですね。その前もアールヌーボーがだいたい1885年から1920年というふうに言われてるんですね。で、その次が1920年から1930年までがアールデコというふうに言われております。一般的にはですね、アールヌーボーって1920年にはとっくに終わってるんですけども、この憲武の本の中では、1920年というふうに言われていますね。そして次なんですけども、1939年に日米修好通商条約をアメリカ側から破棄されてしまうんですね。この時に結んだ修好通商条約なんですけども、日本ってこの頃からだんだんともうアメリカの言うことを聞かなくなっていってましたし、戦争するんだったらしてもいいよというような感じになっていったんですね。だからもうここで日本のものはもう買わない、いらないというふうに言われてしまって、もう外貨も稼げなくなっていったんですね。そして憲武の商品も向こうに渡せなくなってしまったことによって、憲武の会社っていうのはだんだんと下降気味になっていったという感じなんですよ。そして第二次世界大戦が終わって、日本は完全に負けてしまいましたね。第二次世界大戦によって憲武の釜とか工房っていうのは結構壊れてしまったんですけども、そこで諦めることなくいろんな商品を作っていって、完全に復活したのが1953年に憲武チャイナが復活したというふうに言われております。そしてこの憲武チャイナが復活したんですけども、この時の裏印っていうのは N というふうに書いてあるんですね。なんで N なのかって言いますと、日本陶器会社じゃないですか。この日本陶器会社がありますね。だからその日本陶器会社の N の頭文字を取って、裏印には N が入っているわけなんですね。いかがでしたでしょうか。今日はですね、こんな感じでオールド憲武から今に至る憲武の歴史を解説させていただきました。もしこの動画がですね、参考になった、勉強になった、楽しかったという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録といいねのボタンを押していただけると嬉しく思います。それではまた。